まあ、僕いろんなところで話してるんですけども、大前提として英語を学ぶ大前提として大事なのは、当たり前の話なんですけど、左から読んでいくんですよね。英語は左から読んでいくんです。そして左から理解していきます。これをちょっと、まあ僕がよく使う例文をご紹介してお話ししたいなと思うんですけど、見えるかな、はい、I went to Sakai ですね。 I went to Sakai。 To see a movie with my friend yesterday。 ちょっとまあ縦に入っちゃいましたけども、まあこういう文章があったとします。で左からなので、もちろんこういうふうにね、隠れてるとすると、パッてこれが見えるんですよね。こうか。そうすると、まあ、I ってあるので、まあ、この人は自分の話をするんだなっていうことが分かってくると思います。なんで、あ、I が、まあ、言ったんだなって。で、境にかと。見るためにか。英語か。友達と一緒にか。昨日か。理解終わり。っていうふうに、こういうふうに、していきます。一気に言っちゃいましたけど、理解しながら進んでいきます。でこのなんで日本語にしようとすると、これはすっかり逆なプロセスになってます。例えば、昨日友達と一緒に映画を見るために境に行ったっていうような文章を作ると思います。でこれは絶対にやっちゃダメです。これをやってると絶対英語は英語脳というか英語で考えることができなくなっちゃうんですね。なのでもう大原則として左から見て理解していくんです。私ね、あ、この人はね、行ったのね、境ね、見にね、あ、映画ね、友達と一緒にね、昨日ね、理解終わり。まあ何回も同じこと言ってますけど、これが大事です。こういうこの左から理解していくっていうスキルを身につけることが、まあもちろんこの要所を見ましょうねっていうことにつながっていくんですけど、要所を読むときに読んでいって訳して戻らないっていうようなことを意識して読んでほしいなと思います。そのためのスキルを身につけるのがこの、要所の読む意味だと意味になってくるので、そこはぜひ意識してほしいなと思いますね。まあこれは要所ほど、まあ、たくさんなので、ここまで読まなくてって言ったら変ですけど、しっかり理解していくというか、この順番で理解できる考え方というか、理解していくことになれるっていうふうに思っておいてください。もう少し細かいことを言うと、左からね、こういうふうに、ね、塊がね、分かるといいですね。Went.こうですよね。なんで、あ、この人がアクションだなと。でここは where の情報だな、どこにの情報だな、どこに行ったっていう情報だなだったりとか、この to see a movie っていうのはこれはもう why ですよね。なぜ行ったのっていう話ですよね。そしてここは、まあ、誰と行ったのですよね。 yesterday は、まあ、いつ行ったのっていうことになります。こういうふうに言葉の情報の塊で英語っていうのはどんどん足していけるようになると言えると思いますね。 I went to Sakai to see a concert with my friend yesterday っていう形で、まあ、by subway とかっていうのにどうやって行ったかっていうのも足していってもいいと思うんですけど、こういうふうに英語は、情報をどんどんこうやって足していくっていう形で、たまたま横に並べてあるんですけど、そういうふうにたまたま横に並べてるっていうのもあるんですけど、まあ、左から順番に読んでいって、この塊が理解できるとすごく英語は分かりやすくなってきます、はい、で、そうですね。でこれをやるために要所を読んでいきましょうっていうのが今回のこの、ブッククラブの流れに